いやーどうも、ベンゼンです。前回の動画では、ラウエ条件と逆光子の関係について、そして波数ベクトルに関して説明してきました。今回の動画では、やっと来ました待望の、エバルト級、についてご紹介します。結晶の解説を視覚的に確認することのできる図形です。講義や実験で聞いたことはあるけど、まだよくわからない、なんとなくしか知らないって人も多いのではないでしょうか。何度も言っているように、解説を扱う上では必須であることに加え、理解できれば図形としてダイレクトに解説を感じることができるかと思います。まあ最初に長々話しても仕方ないので、早速見ていきましょう。さて、エバルト級についてですが、まずはじめにいくつかお話しすることがあります。まず呼び方についてですが、この動画を見ている人の中にも、あれ、エワルド級じゃないの?と思っている方がいるかと思います。確かに、サイトや本を見てみても、エバルト級、と、エワルド級、の両方の記述が見られ、困惑してしまう人も多いのではないでしょうか。以前見つけたサイトにて、ノットエワルド、バットエバルト、みたいな記述を見つけましたので、今回はエバルトで行きたいと思います。なんだそのふわっとした理由は、と思いでしょう。私もリンクくらい貼っつけたいところなのですが、あいにくそれを見つけたタブを消してしまいまして、結局見つけられないまま今に至るので仕方がないです。そのサイト見つけたよ。って方はコメントいただけるとありがたいです。一応ですが、教科書の中でもエワルド級と書かれることもあるため、もし先生が、エワルド級、って押し通してるなら、こいつわかってないな。と思いながら素直に合わせるようにしましょう。いらぬプライドにより成績下げられちゃたまったもんじゃないです。そしてもう一点。これからエバルト級について図示していくわけですが、最初はいつものように二次元で考えますので、エバルト、玉、ではなく、円、に見えることがあります。玉の様子については後半で、前半とは別に図示する予定ですので、エバルト円、と表現することがあるかと思います。でもこれは、本当は玉だけど、今は断面図を二次元で考えているから円なんだ、と思っててください。実際にエバルト円、という言葉も聞いたことがありませんし、あくまでも動画上の表現ということを認識していただければ幸いです。では、長い前置きが終わったところで早速作図に移りましょう。と言っても、今回は理屈から作図するのは難しいので、図はもう先にお見せして、そこから性質や解説をしようと思います。前回の動画で、入射ベクトルと反射ベクトル、それにより求まる経路差ベクトルが逆光子ベクトルと一致すれば、解説が起こるということは説明済みですね。この時、入射ベクトルを原点 O、そして入射ベクトルの終点である逆光子点を A とします。ここからは他の逆光子点も考慮が必要となりますので、ちゃんと増やしてあげましょう。そしてこの OA を半径とする、O が中心の円を描きましょう。そう、この円こそがエバルト級、今見てる二次元ではエバルト円となるわけです。そして、この円と重なる逆光子点が解説を起こすという優れものです。まだ何が便利なのかピンときてない人もいるかもしれませんね。これまで解説を起こす条件として、経路差が波長の整数倍、もしくは経路差ベクトルが逆光子ベクトルと重なるか否か、などといったものを挙げてきました。今回はそんなことは一切考えなくて済みます。入射ベクトルを引き、それを半径とする円を描けばいいだけ。ただそれだけです。まあ本当は経路差ベクトルが逆光子ベクトルと重なるか否かをもっと簡単にしているのですが、前回までのように入射ベクトルと反射ベクトルから経路差ベクトルを求めて、なんてことはしなくていいのです。めちゃくちゃ簡単じゃないですか。じゃあこの円を描くだけで本当に、経路差ベクトルと逆光子ベクトルが重なるのか、を検証しているのか、確認してみましょう。さて、エバルト円に乗る逆光子点は本当に解説するのか、ということに関して考えていきましょう。まず、この計算に必要なパラメータを導入します。まずは逆光子ベクトル G スタートします。そして半径の OA についてですが、前回の波数ベクトルの話の時に、入射ベクトルの大きさの話をしたの、覚えているでしょうか。波数ベクトルの大きさというのは波長ラムダ分の1となりますので、今回も波長をラムダとし、それに伴い OA の大きさもラムダ分の1となります。つまり、円の直径はラムダ分の2ですね。そして経路差ベクトルが向かう逆光子点を B、OA を延長して円と交わった点を A プライムとしておきます。状況を少し整理すると、入射ベクトルの視点 O を中心とする半径 OA イコールラムダ分の1の円があり、A、A プライムを直径とする三角形 ABA プライムが円に内接している形になりますね。続いて角度について注目してみましょう。
入射ベクトルの入射角シータは、ここを原子面とするとここになりますよね。じゃあ平行線の錯覚の関係から、もう一本ここに平行線を引くと、ここもシータになります。ということは AB の中点をシートすると、角 AOC はシータですよね。同じ理屈で反射角である角 BOC もシータであるため、この三角形 OAB における角 AOB は2シータになります。ここで、三角形 OAB 波二等辺三角形であるため、2シータで内角、すなわち底角をアルファとしてみると、三角形の内角が180度、ここの角度も180度であるため、ここの角度は2アルファになります。180度が2アルファプラス2シータということは、90度はアルファプラスシータとなりますよね。この三角形 ABA プライムの場合、直径が斜辺であることからこれは直角三角形です。つまりは、ここの角度が90度のため、角 OBA プライムはシータとなります。さらに、三角形 OBA プライムも二等辺三角形であるため、ここの角度もシータとなります。この辺で、この直角三角形のみを取り出して考えてみましょう。ここが入射角シータ、斜辺がラムダ分の2、対辺が G スターです。よって、サインシータを考えると、ラムダ分の2、分の G スターですよね。ラムダ分の2の逆数を取り、分母を消すと2サインシータイコールラムダかける G スターという式になりました。ここで、G スターは面間角 D を用いると、D 分の1と表せますよね。つまり、この D を消してやることで 2D サインシータイコールラムダ、皆さんご存知ブラック条件を満たすということになります。どうですか？よくできてますよね。エバルト円に乗っていれば解説する、乗っていなければ解説しない、たったこれだけのことですが、非常に画期的で簡単ですよね。じゃあこれが3次元になるとどうなるのか、考えてみましょう。さて、ここからやっとエバルト円ではなくエバルト球について考えていきます。と、その前に基準となる逆格子を考えましょう。逆格子点がいっぱい並んだ逆格子を作りました。今回は煩雑さを抑えるため、立方小の逆格子を考えています。格子乗数などは適当に取っていますので、あまり深く考えないでください。この逆格子点のこれ、ここを基準となる点000、先ほどの2次元の図でいう A だと思ってください。そして、ここから入射ベクトルの視点を O とする Q を考えます。わかりにくさを減らすため、OA の真上に撮ってますが、見ているものは先ほどと同じものですよ。少し角度が変わっただけです。そして玉をつけてみると、ご覧の通り、球の周囲を通過する逆光視点がいくつも見られますね。この周を通る逆光視点すべてが解説する逆光視点となります。よく、テムを使った論文で見る電子解説像は、この球に乗った逆光視点をスクリーンに映しているものと考えるといいですね。電子解説像から結晶構造がわかるというのはこういうメカニズムです。今回は結晶構造を立方晶としているので、こんな規則正しい模様になっていますが、単射晶や三射晶だと逆光子自体がもっと歪んだ形を取るため、必然的にエバルト球に乗る逆光視点を集めた反転も歪んだ形になります。そしてたとえ同じ結晶構造だったとしても、格子乗数が異なると面と面の距離が変わり、すなわち D 値も変化するので、電子解説像を調べることで精密な結晶構造の同定が可能ということです。テムの場合は電子線の波長がめちゃくちゃ小さいのでエバルト球がめちゃくちゃ大きくなり、透過波に近い逆光視点を拾うことができるため、D 値が小さい、近い、逆光視点でも電子解説像に収めることができるんです。また、逆にエバルト球が大きいがゆえに、かなり遠くの逆光視点まで拾うことができます。いつぞやの動画でインストールをおすすめしたレシプロというフリーソフトを用いることで、材料の電子解説像を模式的に観察することができますが、この反転からもわかるようにかなり遠くの反転まで映っています。これはつまり、エバルト球がとんでもなく大きいということですね。まああくまで逆光視点と比べて、ではありますけど、このレシプロというソフト、フリーソフトであるにもかかわらずかなり多くの機能を使うことができ、ステレオネットをドラッグでぐるぐる、地球儀のように動かしながら、電子解説像がどういう風に変わるのか見ることができます。まあこの反転見てもただの模様にしか見えねえよって人も多いかとは思いますが、論文などで見られるものはもう少し実験チックというか、良くも悪くもこんなにはっきり、均一な大きさで見えるわけではないので、
もし学校のネットで無料で海外の論文なんかを見られる人は、ぜひ気になる材料トテムとかディフラクションとか入れて検索してみてください。大学自体がそういったサービスと契約している場合には、大学の図書館などで PC を借りて検索する以外にも、大学の学内 Wi-Fi などに接続することで閲覧可能になる場合もあります。論文は見てみたいけど今は図書館が空いてない、とか、自分のパソコン使って、食堂でのんびりしながら見たい、とかいう人は試してみる値はあるんじゃないでしょうか。さて、ここまでイバルト級についてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。本当に、すごいですよね、この仕組み。やっぱ頭の作りが凡人とは違うんだなと感じます。だって思いつかないでしょ、縁にしたろ、なんて、エバルトさんがとんでもないものを作ってしまったがゆえに、今も解説の分野が発達していると同時に、これらの学習に苦しむ学生も増えています。やってくれたな。ここまで数本にわたり逆講師からエバルト級まで解説してきましたけど、実際のところどうなんでしょうね。これで逆講師に頭を悩ませる学生が少しでも減ってくれるといいな、と思いますけど、幾何学が得意、もしくは好きという人にとってはむしろ楽しい部分かもしれませんので、意外とそんなに多くないかもしれません。あ、動画とは関係ありませんが、明けましておめでとうございます。今回は実家に帰省せずに、一人暮らしの家で静かに年を越した人も多いのではないでしょうか。せっかくの冬休み、廃人のようにスマホや PC とにらめっこするのも悪くないですけど、未来の自分が後悔しないためにも、ノートを開いてみてもいいんじゃないでしょうか。また今年の目標を立てて、目標を細分化してみるのもいいでしょう。立てて満足してはもったいないですよ。年間の目標を達成するために、月の目標を立て、それを達成するために週の目標を立ててみましょう。そして予定はパンパンにしては、一度遅れを取ると取り返しがつかなくなるので、適度に休息や、振り返って遅れを取り戻すための予備日を作っておいてくださいね。元の話に戻りますが、もしお友達にこの辺で悩んでる人がいて、テスト前に聞いてきたけど正直教えんのだるいしあんまり仲良くないし別に一緒に勉強する気もないしって時はそっと見せてあげてください。もしかしたらあなたが奪われるはずだった時間が奪われなくなるかもしれません。逆に、こいつと仲良くなりたかったんだよな。って時は動画なんて紹介せずに図書館行くとか、誰かの家に集まるとかして、一緒に勉強しましょう。あ、一人でやりたいタイプの人はなんか適当に理由つけて断った方がいいですよ。聞いて、教えてもらって、聞かれて、教えてみたいなのがメインと思ってる人もいれば、お互い集中し合って無言でやるのをメインと思ってる人もいるので、あとファミレスでやるのは迷惑客と思われかねないのでおすすめしません。マナー的な問題もありますしね。せめて人が少ない時間帯に利用して、いる時間相応の注文をしてあげてください。まあ店員でも何でもない奴が言うことじゃないですけど。それでは、良き逆講師ライフを。というわけで、今回の動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。質問、リクエスト等ありましたらコメント欄もしくは Twitter にお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。